けましておめでとうございます。2022年一発目英検一級合格に向けた単語テスト動画第69弾始まりです。視聴者の皆様ぜひ一緒に声出して新しい英単語をどんどん覚えていきましょう。それでは Let's get it started。 Ostentatious 意味は何でしょうか。 Ostentatious 一緒に声に出して覚えましょう。 Ostentatious 正解は見え張る、これ見よがしの、けばけばし、一目ふためのという意味があります。 Ostentatious An ostentatious display 派手な見せびらかし、虚飾。 Ostentatious 声に出して覚えましょう。見えを張る、これ見よがしの、けばけばし、人目を引くための Ostentatious 声に出して覚えましょう。 Ostentatious Usher 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Usher Usher 正解は劇場、教会などの案内係、案内役、先導役、守衛、受付、指揮部官といった意味があります。声に出して覚えましょう。Usher Usher The Usher conducted me to my seat. 案内係は私を席に案内してくれた。 The Usher conducted me to my seat. Usher 案内役、案内係、先導役といった意味があります。声に出して覚えましょう。 Usher Improvise 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Improvise Improvise 正解は即席に作る、即興で演奏する、間に合わせに作るといった意味があります。 Improvise 声に出して覚えましょう。 Improvise To improvise a poem その場で詩歌を読む。 Improvise 即席に作る、即興で演奏する、間に合わせに作るといった意味があります。声に出して覚えましょう。 Improvise Improvise Cash 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Cash Cash 正解は隠し場、貯蔵所、貯蔵物、隠してある貴重品という意味があります。Cash 声に出して覚えましょう。 Cash A portion of the memory can be used for cash メモリの一部をキャッシュとして利用することができる。声に出して覚えましょう。隠し場、貯蔵所、貯蔵物、隠してある貴重品。キャッシュキャッシュ。プラトゥーン意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。プラトゥーンプラトゥーン正解は歩兵、工兵、警官隊の小隊という意味です。声に出して覚えましょう。プラトゥーン The platoon is combat ready 小隊は戦闘態勢である。歩兵、工兵、警官隊の小隊、声に出して覚えましょう。プラトゥーンプラトゥーン Adversity 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Adversity Adversity 正解は逆境、不幸、不幸な出来事、災難といった意味があります。声に出して覚えましょう。 Adversity Adversity Meet with adversity 逆境にぶつかる。声に出して覚えましょう。逆境不運、不幸な出来事、災難。 Adversity Ravine 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Ravine Ravine 正解は峡谷、山峡といった意味があります。ラビーン、ここに出して覚えましょう。峡谷、山峡、ラビーン、ラビーン。エクスペディエント意味は何でしょうか。ここに出して覚えましょう。エクスペディエントエクスペディエント正解は好都合で、得策で、便宜主義の、合理的なといった意味があります。ここに出して覚えましょう。Expedient It's expedient that he should go 彼が行く方が得策だ。 Expedient 声に出して意味を覚えましょう。事故の目的にとって好都合で、得策で、
便宜主義の合理的な Expedient Expedient Acquiescence 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Acquiescence Acquiescence 正解は不本意などおとなしく従うことという意味です。声に出して覚えましょう。 AcquiescenceI forced her into acquiescence. 無理に彼女に生じさせた。I forced her into acquiescence. Acquiescence. 声に出して覚えましょう。不本意な同意。おとなしく従うこと。Acquiescence. Jumbo. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Jumbo. Jumbo. 正解は、乱雑にする。ごちゃ混ぜにするという意味です。声に出して覚えましょう。Jumbo. Don't jumble together the things in the drawer. 引き出しの中のものをごちゃごちゃにしてはいけない。声に出して覚えましょう。乱雑にする、ごちゃ混ぜにする。Jumbo. Jumbo. Don't jumble together the things in the drawer. Satchel. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Satchel. Satchel.正解は学生カバンという意味です。声に出して覚えますしょう。Satchel Satchel A school child's Satchel ランドセル。声に出して覚えましょう。学生カバン Satchel Lined 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Lined Lined 正解は樹木、果物、ベーコン、チーズなどの硬い皮、外皮という意味です。声に出して覚えましょう。Rind The rind of bacon ベーコンの皮声に出して覚えましょう。 Rind The rind of bacon That's all 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 That's all That's all 正解は素直な、従順な、教しやすいという意味です。声に出して覚えましょう。That's all. That's all. He is a dust pupil. 従順な生徒だ。He is a dust pupil. 素直な、従順な、教しやすい。声に出して覚えましょう。That's all. That's all. Worth. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Worth.Worth 正解はハートバ、岩壁、不当という意味です。ここに出して覚えましょう。Worth Worth Store on Worth ハートバの店 Store on Worth ここに出して覚えましょう。ハートバ、岩壁、不当 Worth Welsh 意味は何でしょうか。ここに出して覚えましょう。 Welsh Welsh正解は掛け金を支払わずに逃げる、借金をごまかす、違約するといった意味があります。Welsh ここに出して覚えましょう。 Welsh To be able to Welsh on debt 代金や借金を踏み倒すことができる、掛け金を支払わずに逃げる、借金をごまかす、違約する、ここに出して覚えましょう。 Welsh Welsh Cerebral 意味は何でしょうか。ここに出して覚えましょう。Cerebral Cerebral 正解は大脳の、脳の、知性に訴える、知的な、知的傾向のといった意味があります。ここに出して覚えましょう。Cerebral Cerebral Hemisphere 大脳半球。ここに出して覚えましょう。大脳、脳の、知性に訴える、知的な、知的傾向の Cerebral CerebralRenal 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Renal Renal 正解は腎臓の、腎臓部のという意味です。声に出して覚えましょう。 Renal Renal Calculus 腎臓結石。声に出して覚えましょう。腎臓の、腎臓部の Renal Renal TemperamentTemperament 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。 Temperament Temperament 声
声に出して覚えましょう。テンプルメント。正解は気質、気象、体質、激しい気象、興奮しやすい気質という意味があります。声に出して覚えましょう。テンプルメント。あ、ヒステリカルテンプルメント。ヒステリー質。声に出して覚えましょう。気質、気象、体質、激しい気象、興奮しやすい気象、気質、テンプラメント。声に出して覚えましょう。テンプラメント。ブレース。意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。ブレース。ブレース。正解は。幅、横幅。織物などの一定の幅。一幅。土地、水面などの広がり。見識などの広さ、度量などの大きさ、寛容、雄大さといったたくさんの意味があります。声に出して覚えましょう。Breath. Breath. Length and breath. 縦と横。声に出して覚えましょう。幅横幅。一定の幅広がり。寛容、寛大さ、広さ。Breath. Breath.キャシノーマ、意味は何でしょうか？これにして覚えましょう。キャシノーマ、キャシノーマ、正解は断種という意味があります。これに出して覚えましょう。キャシノーマ、キャシノーマ、これに出して覚えましょう。断種、キャシノーマ。バット、意味は何でしょうか？これに出して覚えましょう。バット、バット、正解は醸造、染色用などの OK という意味です。声に出して覚えましょう。Bat. Bat. A bat used in making sake alcoholic drink from rice. 酒を仕込む OK。声に出して覚えましょう。大きな OK。Bat. Bat. Bromide. 意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。Bromide. Bromide.正解は収穫物、収穫狩り、ブロム狩り、陳腐な考え、月並みなこと、平凡な人といった意味があります。声に出して覚えましょう。ブロマイド、ブロマイド、収穫物、収穫狩り、陳腐な考え、月並みなこと、平凡な人という意味です。声に出しましょう。ブロマイド、ブロマイド。スマック、意味は何でしょうか？スマック。声に出して覚えましょう。スマック。正解は独特の味、風味、香り、持ち味、何々気味、何々風、何々地味たところ、少しばかりといった意味があります。声に出して覚えましょう。スマック。スマック。スマックオブジンジャー。生姜の風味がする。スマックオブジンジャー。味、風味、香り。持ち味、何々地味たところといった意味があるスマック、声に出して覚えましょう。スマック。ディバンク、意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。ディバンク、ディバンク。正解は正体を暴露する、すっぱ抜くといった意味があります。声に出して覚えましょう。ディバンク、正体を暴露する、すっぱ抜く。ディバンク。Debunk an urban legend. 都市伝説の嘘を暴く。Debunk an urban legend. 正体を暴露する、すっぱ抜くといった意味がある。Debunk. ここに出して覚えましょう。Debunk. Avalanche. 意味は何でしょうか？ここに出して覚えましょう。Avalanche. Avalanche. 正解は、なだれ。郵便物、不幸、質問などの殺到という意味があります。声に出して覚えましょう。Avalanche. Avalanche. An avalanche of questions. 質問攻め。声に出して覚えましょう。An avalanche of questions. なだれ。郵便物、不幸、質問などの殺到という意味もある。Avalanche. 声に出して覚えましょう。Avalanche. Pathogenic.意味は何でしょうか？ここに出してみましょう。Pathogenic. Pathogenic. 正解は病原性の、病原体の、発症のといった意味があります。ここに出してみましょう。Pathogenic.
pathogenic pathogenic bacteria 病原菌という意味です。ここに出して覚えましょう。 pathogenic bacteria 病原菌、病原性の、病原体の、発症のという意味のある pathogenic、 ここに出して覚えましょう。 pathogenic pneumonia 意味は何でしょうか。ここに出して覚えましょう。 pneumonia pneumonia 正解は肺炎という意味です。 pneumonia、 ここに出して覚えましょう。肺炎、ニモニア、ニモニア、肺炎。ミーガー、意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。ミーガー、ミーガー、正解は貧弱な、乏しい、不十分な、豊かでない、痩せ衰えたといった意味があります。声に出して覚えましょう。ミーガー。 My English ability is meager、 私の英語力は乏しいですという意味です。声に出して覚えましょう。ミーガー、ミーガー、貧弱な、乏しい、不十分なといった意味があります。ミーガー。パウンズ、意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。パウンズ、パウンズ、正解は急に飛びかかる、急に襲う、吸収する、攻め立てるといった意味があります。声に出して覚えましょう。パウンズ。The fox pounced on the rabbit. キツネはウサギに飛びかかった。The fox pounced on the rabbit. 声に出して覚えましょう。急に飛びかかる、急に襲う、吸収する、攻め立てるといった意味があります。Pounce. Pounce. Hark. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Hark. Hark. 正解は聞くという意味です。声に出して覚えましょう。Hark. Hark. Don't you hear the rain? あの雨の音が聞こえないか？聞くという意味があります。Hark. 声に出して覚えましょう。Hark. Menopause. 意味は何でしょうか？声に出して覚えましょう。Menopause. Menopause. 正解は月経停止、月経停止期、閉経、閉経期といった意味があります。声に出して覚えましょう。Menopause. Menopause. 月経閉止、閉経、Menopause. Menopause. Episcopal. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Episcopal. Episcopal. 正解は監督の、監督派の、英国国教会派のという意味があります。声に出して覚えましょう。Episcopal. A member of the Episcopal Church. 監督教会の一員といった意味になります。声に出して覚えましょう。監督の、監督派の、英国国教会派の。Episcopal. Episcopal. Bold. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Bold. Bold. 正解は前兆となるという意味があります。声に出して覚えましょう。Bold. These signs bold bad news. これらのサインは悪いニュースを予示する。前兆となる。Bold. 声に出して覚えましょう。Bold. These signs bold bad news. 前兆となる。Bold. Gubernatorial. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Gubernatorial. Gubernatorial. 正解は州知事のといった意味になります。声に出して覚えましょう。Gubernatorial. Gubernatorial election. 知事選挙。Gubernatorial election. 知事選挙。声に出して覚えましょう。州知事の Gubernatorial. Gubernatorial. Reasonable.意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Legible. Legible. 正解は読みやすいという意味があります。声に出して覚えましょう。Legible. Handwriting that is not legible. 下手な字、読みにくい手書きの字といった意味になります。声に出して覚えましょう。Legible. 読みやすい。Legible. Tad.
意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Tagged。Tagged。正解は、男の子、少年、少量、わずかといった意味になります。Tagged。声に出して覚えましょう。Tagged。It's a tad difficult. それはちょっと難しい。Tagged。声に出して覚えましょう。男の子、少年、少量、わずかという意味がある。Tagged。Tagged。Enumerate。意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Enumerate。Enumerate。正解は、あげる、列挙する、数え上げる。Enumerate。声に出して覚えましょう。Enumerate. He enumerated the advantages of air travel. 彼は飛行機旅行の長所を一つ一つ挙げた、列挙した。声に出して覚えましょう。Enumerate. 挙げる、列挙する、数え上げる。Enumerate. Quibble. 意味は何でしょうか。声に出して覚えましょう。Quibble. Quibble. 正解は、動物などを擬人化して曲を含んだ偶話、作り話、作り事、伝説、説話、神話といった意味があります。声に出して覚えましょう。Fable. Fable. The fable contains a significant moral. この動画は意味深長な教訓を含んでいる。声に出して覚えましょう。偶話、作り話、作り事、伝説、説話、神話。ファイブファイブ。お疲れ様でした。この動画はここまでです。いかがだったでしょうか。2022年第1回目の英語力単語強化アップ動画、皆さんも一緒に声に出して新しい英単語どんどん覚えましたでしょうか。引き続き英語力アップにつながる動画を上げていきますので、チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それでは一緒に英語力をどんどん上げていきましょう。 See you again. Goodbye.